はい、どうも。昨日ですね、大変多くの、フレンド申請いただきました。ね。で、今回はですね、その大変多くのフレンド申請をちょっと使ったことをしていきたいなというふうに思います。まあ私の ID はですね、前回に公開しましたが、今回もまた公開しておきたいと思いますが、まずね、今回ちょっとやってないことがまだまだあったんですよ。で、その前回やってなかったことっていうのをまずやりたい。で、何かっていうと、マップなんですよね。マップのニューっていうところが全然行ってなくて、ちょっと裏でやりたくてやりたくて、軽く魚ばっかり釣ったりとかしてたんですけど、まずこの行ってないところ、左と上と右上、このところをちょっと攻めていきたいと思います。じゃあまず左から行きましょうか。なんか服屋さんっぽいのよな。え、来たよ。ん？どうしたん？あら、全然進まへんね。シシケバブ谷口さん、ようこそ、これ木漏れ日広場っていうの？この場所についてか、紹介して、ほな。こちらにはショップカーが来てるから、買い物、ああ、やっぱタイムするとこでしょ？入れ替わりますので、こまめに覗きに来て、そんな、時間いっぱいだ、こっちも仕事しなあかんからな。案内所もあると。日々皆さんのサポートができるように、ここには私が、あ、静江さんここにおんのね。静江さん、それあれやねんな。こう髪の毛くくるとこに鈴ついてんねんね。うるさでしゃないな。うるさでしゃないわ。ねえ。いやー、しずえちゃんここいるよー言うてね。あら、鼻高いね。どうした？なんや、いらっしゃいませ。エイブルシス、あー、これ知ってるぞ、エイブルシスターズ。なんか兄弟でやってるんですよね、確かね。帽子やアクセサリーを扱ってると。ちょっと俺帽子買わしてもらおうか、ほな。ご不要になった家具や服の、そんなんもできんの？いや、買い取らんでええよ。買い取らんで、買い取らんで。これ何かもらおうかな。何こいつ浮いてるで、これ。タンポポつけてんの？これタンポポって売り物ですか？俺この左のやつの方がいいかな。どうやろう、でも今の俺の感じで右が一番そぐうけど、ピンクのニット帽をもらおうかな、俺。これどう？ピンクのニット帽そのままやないか、お前。もうちょっとひねれ、ひねれ、おい。320ベルな。買っちゃう。それはもう買っちゃった、ごめん。まあ、かわいい。ピンクのニット帽がなんか、すごいですね。ずっとかぶっちゃい、これいいね、これ、ほら。めっちゃいいやん、これ。かわいいな、なんか。ちょっとこう、なんていうの、前にこう、風圧を受けてるよね。こう、帽子とかも買っていくっていうのは楽しそうですけどね。服とか買えへんのか？これが案内所か。他は？これ皆さん。たぬきちだもん。ジボン。こいつだけ唯一覚えてるわ。いらっしゃいませ。豆粒商店の出張は、違う。つぶきちなん？何つぶき？俺知らんねんけど、つぶきち。たぬきち出せよ、お前。商品の買い取りも行っておりますので。何これ違うの？何々だもん？わあ、お前。買い取らんでいいって。どんだけ買いたいに、お前。俺が買いたって来てんねやからや。これもらうわ、スーツケース。いいよ、いいよ。スーツケースいっちゃ安かったから。買うわ。これどこでも出かけられるからね。うっちゃ。これ多分置物やな、これな。置物やな。何これ、たぬきちの子か？お前。子供か。あとね、こういうのも座れるみたいよ、これ。知ってました？これいいよね。なんかサムネイル、壁紙にね、ぴったりかなって思うんですけど。じゃあまあ、ここはだいたい見ましたかね。ねえ、何ここ。すげえおしゃれや、これ。ディーラー？俺の車だけものすごくダサいぞ。大丈夫か、これ。やあ、いらっしゃ、キャンタロウ。キャンタロウって。 何なんそれ、なんでその名前になったの？せっかくだから他のメンバーたちも紹介さ、いいよ。右のやつは？まずはグーさん。 全然関係ないやん。関連がないもん、キャンタロウとの。メンテナンスの担当は俺さ。うちに持ってきた車は責任持ってやらせてもらうよ。グーさんは親父の代からの頼りになる大ベテランなんだ。 めっちゃ年いってるやないか、お前。 めっちゃ年いってん、グーさん、お前。 そしてもう一人はペイント担当のピンちゃん。ピンちゃんっていうの？ めっちゃ声高いやん、ピンちゃん。 どうもどうも。僕ここのカスタマイズに惚れ込んで、なるほどね。てなわけでキャンピングカーのことなおいらたちに。早速やってよ、じゃあ。俺のキャンピングカー。この先お得意さんになってくれそうだし、キャンピングカーのカラーをカスタ、無料で？お近く、ほんま。
めっちゃいいやつやん、キャンタロウ、お前。デコめっちゃおしゃれやん。すごい可愛い。これで、これにしますわ、ほな。うん。ちょっとこの古めかしい感じが。かぁ、決まったね。ナイスなカラーリングだ。そう、でしょでしょ。でもうちの店はこんな感じだから、カスタマイズや社内の拡張化したかったら寄ってくるよなっていうことで、そういう場所だったそうですね。うん。まあ、これもいずれしたいとは思ったんですけどね。これは何なんじゃ、キャンピングカー、あ、買えるってことこれ。はい。で、まあ、こんな感じのとこでした。で、もう一個、足早に説明というかね、行きたいんですけど、このゴロゴロ鉱山ってやつがなんか、フレンドと協力して入るか、5人ね。リーフチケット20枚で入るかっていう。まあ、前回フレンドが、まあ、ありがたいことに申請いただきましたんで、どうせならちょっとこれ手伝ってもらおうかなと思うんですけど、これ呼びかけるってどういうことなんやろな。じゃあ、まずドンキー川島、うん、ドンキー川島、ちょっと名前が気に入ったけど、ドンキー川島と博多手職人ですね。博多手職人、顔が面白いからヌーン、トゥルーン、ここ、はい、お前最後は一番最近にオンラインになってた人、これで5人、はい、でリーフチケット20枚で口座に入るってことですね。よし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 。まあ、これにリーフチケットっていうのが、まあ、課金アイテムの一つでもあるみたくて、あの本来は友達友人を誘っていくべきなんでしょうけれども、何お前その体ちょうどいいところに、鉱石掘りを手伝っていただけないないで火か。あ、それ火ってつけんの自分は。はいはい、いいよ。そのスコップで石を割って鉱石を探してほしいです。後でちゃんとお礼を渡すですよ。金鉱石や銀鉱石を見つけてくれたらお礼もお目に。ああ、ほんま。ありがとう。何か業者こいつ。めっちゃニキビあるやんか、お前。大丈夫か？あと5回。何あと5回って。ああ、こん中から選び出せってこと？いや、もうそれ任してよ。え、俺こういうのほんま一発あっちゃうよ。じゃあ、金とか銀とかは少ないってことやんな。まずここやな。これはまず、うん。やっぱほらね、ね、それなんですよ。この確率はほんとすごいんじゃないかって我々思うやん。で、ここ隣ないと思うやん。隣ないと思うやん。それここあんねん、実は。実はここやねん。な。で、さらにあと3回やねんけど、ここちょっと遠く離れるとこ、ここやと思うやん。ここやと思う、ここやねん。わからん。いいんか悪いんかもわからん。ほんならもうとにかく左側やな。左側に集まってると俺は見た。あ、まだまだあるやん。ここは。ここもいいんちゃう？なんなんか、いいんか悪いんかわからんぞ。でもここも言ってくれ、これ。おら、決起大戦金運石、おら。やったー。これはどうなんでしょうね。ルビーが一番ダメなのかな。お疲れ様でした。うん。それじゃあ、集めた鉱石は回収させてもらって、俺の品を渡すでひ。はい。あ、何それは俺はもらえへんの？ルビーとかはもらえへんの？うん。何これだけのために俺リーフチケットを20枚使わせたってこと？お前はじゃあ。はぁ、やるね。で、前回の続きから、もう友人になったっていうか、喋ったやつは全員もキャンプに呼んだんですよ。それが今どうなってるかってちょっとお見せするんですけど。はい、お待たせしました。これ今こういう状態になってますね。で、この椅子を全員、じゃ欲しい、椅子を欲しいって言ったから、これイメージは電車なんですよ。はい。JR 線っていうことで考えてるんですけど、まあ、この4人がこうにこうやっていらっしゃると。で、右側に力入れてます、私は。うん。で、右側ちょっとほら、こうアウトドアな感じにせえへん。で、バーベキューちょっとしようや、みたいな。ちょっとこの右側は好きなんですけど、左側はちょっと適当な感じ。ただ、ここに、また友人を増やしていきたいってことで、まあ、前回から知らないやつがね、この左上、左下、右側にいると思うんですよ。こいつらもちょっと今日友達にしたいなと思ってます。まずこの、何こいつ、すごいグロテスクな色の派手なやつ。こいつから行きましょう。はい、おまのたつゆきさんです。あ、おった。なんなんお前、なんか、めっちゃロックやな、お前。挨拶してよ。女の人か、これ。ハンナ。お、あんたのキャンピングカーピカピカで行かしてるじゃんか。どの車でもピカピカやわ、お前、最初は。うちはハンナ。旅先でダチができて嬉しい。ああ、そういう系の女の子なんだ。うん、いい旅にだってね。だってねって何？ん？早速だけど、うちに何が用かあるかな？あ、ほんと、なんかこれあげようか？こう、桃あげるわ。お前、桃好きか？桃好きか？耳噛まれたか？お前。耳噛まれたな。ありがとう。シシケバブ谷口。呼び捨てなのかどうなのかもわからへんしね。なんで名前知ってんのみたいになってるよ。ん？あ、キャンパーレベルアップした。あ、よかったやん。ん？あ、リフチケットももらったし。お願いチケットって何やろ、これ。わからんけど。あ、拍手してくれ。ジョン。ジョン。めっちゃ強そうやん、ジョン。新しいアイテムが作れるようになりました。
ん、なんか遊具っぽいね。あ、下のやつってこれジャングルジムっぽいよね。あの回るジャングルジムみたいな感じがする。うん、あ、これテント、あー、テントも作れやったん。じゃ世間話でもしょうや、世間話でも。うん、クラフトの完成を待ってる時間ってやけり長く感じるよね。ああ、そうかな。でもリーフチケットを使うと注文したものを持ち時間ゼロで受け取れるんでした。めちゃくちゃ便利じゃないか。うちも使ってみようかな。だってね。うまいこと宣伝するや、お前。使わへんぞ、俺は。よいしょ。で、ハンナのレベルが、仲良し度レベルが3になったんで、まあ2でも呼べると思うんですけど、これちょっと呼んでみようかな。ああ、ハンナはこんなんいんねや。パイプなボード。普通のソファー L もいんのか。あ、ちょっと待って、これ俺初めて知ったかも。レベル7になったら何これ、このスパイダー上着くれるってこと？これじゃあレベル10のやつなんなんやろこれ。スポーツカーをくれんの？あ、作れるようになんの？作れるようになんの？ちょっとおかしないか？どういうこと？もう仕事ですよね、それも。よっしゃ、到着しました。はい、ここにはまた違う、鳥がいるっていうことで、まあ新しい、お、カブトムシや、カブトムシだけゲットしてこ。あ、おった、こいつや。なんやお前、なんかおじさんか、野球観戦好きそうね。えだいぶおてるって感じするね。ボルト、君もこの辺りを旅してるのかな、ベイベーベイベーっていうのはいちいち、お前ファンキーやな。実は僕もなんだ。お互いいい旅になるといいね。あ、ちょっと待って、彼もまた呼びたいからね、呼べるんだな。うん。あ、なんか欲しいの？これ、ほんであげるわ。何欲しいの？アンビリーバブル。こんなところに天使がいたなんて。ありがとう。シシケバブ谷口くん。シシケバブ谷口くんって言うてもてますやん、もう。天使って言うてたのに、さっき。もうちょっとやな。あと一回ぐらいなんかあげたらこいつ来てくれると思うねんけどな。あ、何？もうその、またなしいんの？お前。はい、いいよ、あげるよ。はい、ありがとう。さあ、この美味しそうなフルーツを僕たちで素敵なスイーツに変身させてあげようじゃないか。いい、いい、そのまま食べて。何したん、何したん。何それ、ボルトと一緒にフルーツタルトを作ったよ。楽しいよ。あ、料理もできんの、ボルトは。あ、でもなんかちょっとウサインボルトに似てるって言えたら似てるもんな。似てないな、おじさんにしか見えへんな。なんか一昔前の広島ファンに見えるな、お前は。なんか何でもいいけどさ、その奥に目になんかお前もベッターシールくっついてるやついるぞ。あれ何、あの後ろにベッターシールくっついてるやつ、あいつ気になんねんけど。じゃあ、あいつ見に行ってみようか、みんなで。で、これまあ仲良くなったから、彼は。こいつ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 、なんなんお前、なんかケチャップみたいな頭して。どうしたん、前山田圭次郎さんと何をし、前山田圭次郎さんっていうの。そんなん知らんねんけど。バターの品見せてよ、じゃあ。バターの品、あー、クリーチャー、あ、いいね、自分クリーチャー置いてんの。あ、俺ちょ、たっかないよ、お前、ブラックバス。はぁ、お前。ふざけんな、買うわけないやろ、お前、せんで、そんなん。釣るわ、そうやった、俺。クリーチャーだけ買おうか、クリーチャーだけ世話なのか、ほんなら。じゃあ、あとそのキャンプ場を見せてっていうのが気になってんの。このキャンプ場を見てみましょうか、どうせならね。ん？フレンドのキャンプ場に行こう。はい。フレンドや他のプレイヤーのキャンプ場に行って模様替えの参考、あー、なるほどね。参考になるかな。ちょっと潜水が違うから、俺とみんなの潜水が。あー、見てみよう、見てみよう。ん？ちょっと待って、そう、俺のやつのさ、最初の感じ出すぎちゃう、ちょっと。最初のラブリーな感じ出すぎやと思うねんけど。なんなんこれ、映画鑑賞ってこと？何なんこれ、何立ててんのこれ、向こう側で。へぇ、めっちゃフラミンゴいるやん。おしゃれ、フラミンゴが。あ、これドラムあるやん。ちょ、俺ドラム叩けんのか、これ。お、あ、いいや。おいおい。おい、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 おい。お前邪魔やねん、めっちゃ邪魔。お前分かって、お前めっちゃいい香りするんだろ、もうすっごいいい香りするんだ、洗濯したてやねん俺は。分かんねんけど、めっちゃ邪魔。あ、なんかここはちょっと鍋囲むみたいな感じになってますね。ほーん、かわいい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 っていうか、あのアウトドア、こいつだけブランコなんやな。アウトドアっていう感じっていうよりは、まあちょっと外やけれども、あのまあ身内でこうなんか鍋してるみたいな感じに俺は見えたな。ありがとう、前山田圭次郎、また来るわ。よっしゃ、あ、レベル上がったん？めっちゃすぐレベル上がるな。次は？リーフチケットやろ？何こいつ？変えるか？レイニーって変えるか？あ、めっちゃレイニー合わしてくるやん。絶対レイニーのやつやん、今の。もう、ほぼ緑やったやん。おいしょ、最後は、こいつこいつこいつ。お前何？恐竜か？恐竜か？
君は。エレフェン。ゾウな。はい、はい、あなた、ここは初めて。この周りでは見ない顔ね。ルン。ルン。私はエレフェン、エレフィン、エレファントやな。もう気ままにいろいろなところを旅しているキャンパーよ、ね、フリターってことですかね。何か困ったことがあったら私に聞いてちょうだい。右のエクボ、左に添えつけて。おっさん、ここら辺にいるんちゃうか。ここら辺にいると思うな。おった、ちっちゃいな。かわいい。俺こいつ大好きかも。めっちゃにこやかなあ。ほっぺたにカスタネットみたいについてるね。目ピカーだったな今。うん、かわいらしい。最近旅を始められたんですか。キャンプ仲間が増えてとっても嬉しいです。私はレイニーと申しますので、旅先でこうやって出会ったら仲良くしてくださいね。でちゅう、ちょ、お話聞かせてよ。シスケバブ谷口さんはバザーってご存知。ああ、知ってますよ、バザー、うん、自分ではなかなか集められないものもバザーなら簡単に集められるかもしれませんよ。お友達になったら忘れずにバザーをチェックです。はい、普通のことありがとうございます。お前は、お前だね、パピコ。パピコみたいな、お前なんかパピコみたい。パピコ、ほんとキャンプ場見せてよ。どうやらね、あのフレンドのキャンプ場を見ていいねをするとなんかもらえるってことで。あ、え、めっちゃこれレイニーのやつじゃん。レイニーズ家具じゃん、これ。え、レイニーズ家具ですよね、これ。うわ、いいなぁ、レイニーズ家具ばっかり。うわ、しかもそう座るんだ。そうそうそう。いや、ほら、いいやん、これ。うわ、出た、妖怪電気小僧じゃん、お前。うわ、妖怪電気小僧や。何が楽しくて、お前、それしてんの、マジで。俺、聞きたいねんけど、ほんま。うちにもいんねん、妖怪電気小僧。これは？あ、ここのキャンプもちょっと違う。なんか編み物してるやん、こいつ。へぇ、あ、ここで寝てるわ。ね、ポピコさんと何をしよう。あ、これでいいねってしたらいいのか。いいねするえ、そのドヤみたいな顔やめて、鬱陶しいから。まあでもこれパピコはあれでしょうね、女性でしょうね。うん、これなんかきっちりこう収めてくるあたりがね、やっぱ違うなっていう気はしますよね。ただこのちょっと右側の部分がちょっと今さったな感じになってます。ここの部分はちょっとあれですかね。うん、今のところもうちょっと努力が必要かっていうところですねどっからの立場なんでしょうね。あが、次から距離はジョン。次ジョン。ジョンは今ここにいるらしいよね。どんな感じなんかな。ジョンは、あ、ジョンアジ欲しいの。はいはい。あ、名財布来てんな、ジョンな。あれはおめえのキャンピングカーだ。ってことはおめえもこの辺りを旅してるってことだな。ノンノンって言うねんな。いや、またレベル上がった。めっちゃレベル上がるやん。あ、またもらったんこれ。ありがとう、ジョン。拍手してくれ。何やん、リディアン。リディアン。ザ・かわいさっていうやつできたね。リリアンはもうザ・可愛さ、可愛さを煮詰めたらああなるみたいな。お前何やお前。お前デニムイン、デニムオンデニムかお前。横やん、ちょ、横やお前。ちょ、キャンプ場見せてくれ横やん。いや、これハイセンスなんちゃう、横やんは。デニムオンデニムやもん。あ、何これ、カントリーな感じ、これもしかすると。あ、カントリーな、あ、なんかティータイムしてるみたいな、かな、なってるやんこれ。なんなん、奥になんかいんねんけど見たことないやつ、やめてよ。ここにベッドがあって、あ、こっち、何この椅子、この椅子何これ、マッサージチェアか。レイニー何してんの。全然届いてへんよ、レイニーそれ。うわ、こんなんもあんねん。何これ、バンビシャスじゃん、これ。バンビシャスやんこれ。え、このバンビシャス俺、え、一番俺に急ぐんちゃう、バンビシャスは。あのテントも全然違うしね、いいやん。うん、まあレジャー感っていうのは確かに。あとアイディアとして、多分これね、キャンピングカーの中にある、これ触れてないですけど、キャンピングカーの中にある素材を外に出してくるっていうところ、まあこれ評価できるところですね。うん、あとまあこの普通の人間ならば、この右側は外で、ベランダで、庭で、でこの左側は家っていう区切りをもうなくしちゃうっていう、ここのハンモック、これにグローバルさを感じましたね。結構高得点かなとは思いますけども、まあ、もうちょっとまとまりが欲しかったかなっていうところもありますね。63点っていうところですね。はい、63点でした。はい、横屋40点超えたんでいいねします。はい、おめでとうございます。追加頑張ってください。その顔うざいんでやめてください。ありがとうございました。よいしょ、では今回はですね、もう一人ぐらいちょっとフレンドを見ておきましょうか。なんかコンテストみたいになってますけど、カールさんですね。カールさんはフレンドではないってことですね。はい、ありがとうございます。なんでもないです、ごめんなさい、失礼しました。オッケー、これで普通のソファー L ができたんで、ハンナさんを呼べるようになりましたね。オッケー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 。これも呼んでしまいましょうか、ハンナさんね。お任せ、はい、あ、はい、じゃあ一回ちょっとお任せしてみよう。お任せしてみよう。
あー、花さん来てくれた。ほら、おまかせ配置どうなってるかな。ん、あーすごい、そのとこにソファーあったかな。でも何もなかったかもしれないね、その一角は。確かに。あー、横にもほら、ハナさんの好きなギターで置いてあげてね。ハナさんロック好きそうや、もうキスって感じするもんね。あら、それだけしかないわ。他の人いなくなるね、ハナさんの。それね、いいや、お任せしたあかんわ。さあ、ということで今回いかがだったでしょうか。ちょっとね、まあ、説明というか、まあ、みんなが1日でするところ、それをちょっとね、私2日に分けてしちゃいましたけれども、まあ、こんなことができるってことを私初めて分かりましたね。で、これからどうするかってことなんですけど、まあ、このシリーズがあんま長く続くかどうか分かりません。ただね、せっかくフレンドになってくれた人がいるわけですよ。だから、まあ、私の家具、こんな、これでもこれは適当です、皆さん。これ今はこれもう適当、全然真剣じゃない。ただ、私のこのセンスを活躍させた、そういった配置っていうのを見てもらいたいし、他にフレンドの配置も見てみたい。だからフレンドのこれっていう、そういう配置をちょっと見て回るみたいな、まあ、そういったのもやってみたいんで、ぜひ私のフレンドになった方はですね、この模様替え、いつ来ても大丈夫なように模様替えをちょっとしといてもらえればなと思いますね。楽しみですね。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回もご覧ください。お疲れ様です。